アメリカに消された日本の政治家参戦。1位、田中角栄。田中角栄は中国と国交正常化をアメリカを無視して進めたことで、ニクソン大統領は激怒。さらに、田中はソ連と急接近。中東とも独自の石油ルートを確保したため、アメリカはロッキード社から CIA 小玉義雄を通して田中角栄の秘書に賄賂を送ることに成功。俗に言うロッキード事件が発生し、田中角栄は失脚した。秘書や関係者は不審死を遂げている。2位、中川翔一。中川は祖父、父、叔父、すべて国会議員というサラブレッドで育ち、東京大学法学部政治学科を卒業したエリートで、安倍晋三の盟友として麻生太郎に信頼され、財務大臣をしていた。2009年、リーマンショックにより経済危機に陥ったアメリカが日本に無理やり国債を買わせようとしていたことを暴露、アメリカスパイの官僚2人に薬を飲まされ、そのまま酩酊記者会見をさせられ失脚してしまった。その後、何者かによって自宅で殺害されていた。3位、橋本龍太郎。1996年総理大臣に就任すると、アメリカのクリントン大統領に対して普天間基地の返還を要求。また日本は世界一アメリカ国債を保有している。その額1兆968億ドル。この国債を放出することで外貨を獲得、日本の経済を上げようとしたところ、ハニートラップに引っかかり失脚した。